ワンステップ。コツはですね、やっぱりうまく副作用と付き合いながら長く使っていくということになります。いかにこういった、ね、遺伝子を、ね、うまく効率的に見つけて良いお薬を届けるかというところが、まあ、一番大事なところになります。手術だけで治る患者さんがいるので、こういったような治療が無駄になってしまう、それが予測することが困難であるというのが術後補助療法の問題です。もっと簡単に感度が高い検査で再発しているとかしないとかということが分かるようになることが大事かなと。で、今日のお話、前半は今お薬の話をしました。で、今日のメインのお話、術後補助療法について述べたいと思います。で、肺がんの、術後に関わってくるところでいうと、病気というのが、まあ、これはもちろんかなり細かいので、我々専門家が、まあ、こうやってつけるんですけども、病気というのは決まっています。まあ、分かりやすく言うとですね、一期というのがですね、まあ、この大元に肺がんがあるところだけになりますよね。で、肺がんの場合重要なのはリンパになりますね。リンパに転移があるかないかというところが、この1と2と3の大きな違いです。で、まあ、2の場合はですね、まあ、この大元のがんが少し大きくても2になることはあるんですが、近くのリンパまで転移がある、これが2になりますね。3というのはもうちょっと離れて、いわゆる重核と言われているところですね。この赤色のところですね。こちらはまだ肺の近く、肺の中の近くのリンパなんですけど、重核というのはちょっと飛び出てるんですよね。少し離れたところにあります。これで3になりますね。ですので、リンパの転移の位置でステージが変わっているというのが、細かく1、2、3で分かれているわけですね。で、進行の場合はどうしてもですね、まあ、リンパに関係なく、肺以外の臓器に出てしまうと4になってしまうんですが、こういったところでステージということが分かれてくるわけであります。で、まあ、今の肺がんの体系はですね、この手術をした後にですね、病理の病気を見て、ステージが、まあ、1から 2A の場合は、まあ、2センチ以上腺がんというような条件で、まあ、飲み薬の抗がん剤の補助療法を受けることもありますし、まあ、これは飲み薬といってもですね、殺細胞性の抗がん剤ですから、いわゆる、まあ、抗がん剤の飲み薬ですよね。で、まあ、2から3期ですね。2から3期のちょっとやっぱり手術で取ってみたら、リンパの転移が実は少しありましたという場合はですね、点滴の抗がん剤治療を受けるというのが、まあ、これがガイドラインで推奨されている治療でありますので、我々はだからこの手術の病気に従って、この治療を受けるか受けないかという説明をしているわけであります。で、まあ、これまではですね、手術をしてその後に、まあ、いわゆる、まあ、抗がん剤治療、いわゆる昔からある点滴の殺細胞性の抗がん剤をするということが、やるかするかしないかという話をしていたというところなんですけども、やはりここの今手術前後のですね、治療体系というのは大きく変わっています。まあ、一つはですね、まあ、手術終わった後にですね、こういったような、まあ、抗がん剤治療をして、その後分子標的治療を受けるという選択肢も出てきました。で、これが遺伝子に変異がある、遺伝子の異常がある患者さんで、こっちが下がですね、手術をして、今度は抗がん剤治療をして、免疫チェックポイント阻害薬を受けるということですね。こちらは先ほど言ったような PDL1 といったような発言に基づいて行うということで、まあ、ちょっとこう振り返ってみると、今進行の患者さんの治療体系が、こういったような分子標的治療を使うとか、免疫チェックポイント阻害薬を使うとかというふうに分かれていってるので、まあ、やはりですね、この術後補助療法の歴史はですね、4ステージが4の患者さんで良い薬をこういったようなステージ3とか手術の後に持ってきて、より根治を目指す治療をしていくというのが流れでありますね。まあ、ということで、まあ、今まではですね、殺細胞性の抗がん剤治療、まあ、これ今でももちろんされるわけですけども、まあ、この抗がん剤点滴をすると、なかなかですね、まあ、5% の上乗せ、5年生存率で 5% 改善しますよという話が、まあ、メインで、それは 5% か、たった 5% かと思うか、それともやっぱ 5% でも治る可能性があるんでやるというふうな思うかというところとかですね、あとはですね、まあ、それとも副作用ですよね。副作用のことでやるとかやらないという話もあったんですけども、今はですね、まあ、例えばまあ遺伝子異常があった場合は、こういったような飲み薬を飲むことで、進行の患者さんでものすごくこう成果が出ていますので、手術の後もですね、
まあ、こういったような、生存が上がったと、免疫チェックポイント阻害薬もそうです。こういったような生存が上がって長くこう続く可能性があるということで、こういったような標準治療になってきたわけでありますね。ということで、まあ、こういったような治療体系が出てくると、まあ、生存の割合ですね、数パーセントでも上がる可能性というのは、まあ、どんどん上がってくる可能性があるということと、まあ、本当に無再発というのは、まあ、治療の目標であるとは僕は思うんですけども、再発なく生存するということが大事なことなんですけども、それが伸びるだろうということがあります。ただですね、やっぱりこういったような治療法が出てくると、今度ですね、まあ、治療期間が少しやっぱ長くなりますよね。その分やっぱ副作用が増えたりとか、治療にかかる費用はもちろんかかりますよね。こういったお薬というのはやっぱりどうしても高いお薬が多いですから、費用がかかったりとかですね、あとはもうこの、術後補助療法をするときに大事な話は、どうしてもですね、ある程度手術で治ってしまう患者さんはいつまでもで変ですけども必ずいます。手術だけで治る患者さんがいるので、そういった患者さんの場合は、こういったような治療が、まあ、ただこう、まあ、無駄になってしまうということですよね。副作用ばっかり出てですね、やってもやらなくても変わらないということですね。ということで、今の現状ではですね、それが予測することが困難であるというのが術後補助療法の問題点なわけであります。ということで、まあ、非常に最近ですね、シェアドディシジョンメイキングという言葉はもう皆様も非常によく聞かれていると思いますけども、治療体系が非常に複雑化してきているので、こういったようにまず、やっぱりね、お互いですね、患者さんもドクターもバイアスがありますので、いろんなことを話し合いながら、まあ、一番いい治療法を決定していくっていうようなところが、まあ、よく言われているわけですよね。まあ、ただなかなかですね、これも、まあ、治療の数の選択肢が増えれば増えるほどですね、まあ、非常に難しいので、なかなかこの定義っていうのを作るのも難しいし、なかなかこう話し合いの結果がうまく落ち着くというわけでもないんですけども、とにかく昔みたいに一辺通りの治療ではなくなってきていますので、まあ、いろんな話をする必要があるんですよということが大事だというふうに言われています。で、ちょっと残りの時間でですね、今我々が私がですね、取り組んでいるような試みをちょっとお話ししたいと思います。で、手術の後の再発の検査というのは当然あるわけですよね。手術終わった後に、こういったような検査をしないと治ったかは分からないし、再発するかどうかも分からないじゃないですか。したがって今どうしているかというと、大体術後3ヶ月ぐらいおきに、まあ、CT を取ったりとか、レントゲン取ったりとか、まあ、多いのは腫瘍マーカーですよね、血液検査をすると思います。で、どれぐらいやるかという問題はまだ解決されていませんけど、大体日本は長くて5年間ぐらいはこういったような感じでやっていきますよね。で、CT が大体まあ半年から1年に1回ということですね。というようなところで、まあ、こういったのがまあスタンダードでありますよね。というわけであります。ただですね、日本はですね、実を言うとアメリカについでに被爆ですね、CT 被爆が多い国です。なぜかというと、日本は、まあ、いいことではあるんですけども、まあ、いろんな機関で CT が簡単に取れるんですよね。外国はそんなことなくてですね、CT 取るの大変です。どこの施設にあるわけでもありませんし、そんなに頻繁にできません。だから、まあ、いいことは日本ではそうたくさん取れるんですけど、今度ですね、たくさん取ることによって、例えばさっきも言いましたように、術後の患者さんの場合は治ってる可能性もありますから、その場合に CT をたくさん取ることで、まあ、被曝が増えますよね。そして例えばまあ見つかったとしても、まあ、こういったようにCT で見つかったときに、これってがんなのかがんじゃないのかっていうのが分からない場合が結構ありますよね。そしたらこういったような、まあ、今度気管支検査になりますといったような、それでがんじゃなかったらそれはもちろんいいんですけども、まあ、こういったような過剰な検査につながるというのは、いろんなこうデメリットがまだの課題として残されているわけですね。そうするとやっぱり一番重要なことは、もっと簡単にこういったような検査をしなくても、まあ、高感度が高い検査で、例えば採血だけとかで再発してるとかしないとかということが分かるようになることが大事かなというふうに私は思うわけであります。でですね、近年技術が進歩したのはですね、リキッドバイオプシー、聞いたことあるかもしれません。今ですね、血液を、まあ、例えば遺伝子解析なんかでもですね、日本でも承認されているわけですよね。それは遺伝子、標準治療終了後に、さっきもちょっとだけ言いましたけども、たくさん遺伝子を調べるときには、今こういったような血液だけで、遺伝子をたくさん調べれるような仕組みができてきています。で、これのメリットはですね、血液中にこう浮き出ているようながんの腫瘍を、捕まえてくることで、採血だけでこういったようながんがいるかいないかを見つける仕組みということですよね。メリットは当然ながら血液だけでいいので、まあ、体に負担が少なくて繰り返しできますし、
まあ、不均一性というですね、まあ、解析手にはまあ出てればまあ同じようながん細胞がどこにでもいるだろうということですよね。ということで、まあ、がんの早期発見とか、まあ、遺伝子診断はだいぶ使われていますけども、再発の予測とかモニタリングには、ね、非常に有用じゃないかというふうに考えるわけですね。これ実はね、MRD というですね、まあ、今注目されている技術であります。これも一重にですね、まあ、技術の進歩であるわけであります。ということで、まあ、これがですね、まあ、手術や、まあ、抗がん剤放射線終わった後にですね、採血をして、まあ、新しい、まあ、遺伝子の、解析技術の進歩によって、まあ、調べることで、がん血液中にがん細胞がいるかいないかというところを調べる技術が新しく注目されています。で、ただですね、これは一見すると非常に良さそうなんですけども、まだまだ課題がありまして、当然この血液中にですね、がん細胞を見つけてくる技術というのは非常に難しいんです。これは必ず進行した患者さんでも見つかるわけではなくてですね、我々もこれかなり昔からこういった技術というのは取り組まれているんですけど、なかなか簡単に血液中からがん細胞を見つかまえてくるのは非常に至難の技ですので、これをどう変えていくかというのが目下の課題であるというわけでありますね。で、まあ、どういうことに使えるかというとですね、まあ、この患者、この血液中にですね、出てくるような、まあ、いろんながんに関連する物質をですね、まあ、こういったような次世代シークエンサーの技術、進歩した技術を使うことで、まあ、拾ってきますと。そしたらですね、例えば手術をしました。で、その後この検査をしました。で、その時がんの細胞が残っていました。そしたら術後補助療法を受けます。がんの細胞残っていませんでした。そしたら私受けません。そしたら全然再発しません。これは理想ですね。これを目指してやる検査を今検査系を充実しているというわけですね。実を言うとこういった技術というのはこれは治療モニタリングで今後4期の、進行の患者さんでもですね、まあ、薬をやりました。免疫チェックポイント阻害薬をやりました。で、これ調べました。で、がんの細胞消えましたっていうんだったらですね、免疫チェックポイント阻害薬いつまでやるのっていう問題もあります。そしたら消えたらやめましょうなんていうこともできるかもしれません。だからこれかなりですね、医療応用としては有用じゃないかと私は思っていて、まあ、やっています。ですのでこれがまあかなり理想的じゃないかということで、世界中でもですね、今医療機器の世界ではですね、こういったような技術の進歩を競ってですね、開発を進んでいるということがあります。で、さっき見たようにくどいですけど、なかなかやっぱこういったような血液中にプカプカ簡単に浮いているようなものではないので、これを捕まえてくる技術っていうのがとても難しいところが今課題になっているわけであります。そこで我々先ほども言いましたように、 LC スクラムというのは、まあ、遺伝子解析をして、まあ、いろんな異常を見つけてお薬を届けましょうという試みで、その発展させてですね、LC スクラムアドバンテージ MRD という研究も始めました。これは主に手術を受けた患者さんの、に対してですね、術前と術後で遺伝子解析や PDL1 をして、今やこういったような遺伝子異常をこうやってするような、まあ、臨床試験ですとか、まあ、こういったような分子標的治療をやったりとか、免疫チェック阻害薬をやったりとかっていうような治療が出てきましたので、まあ、それにお役立てしてもらおうということと、この MRD というのはですね、それに付随して血液を何個かモニタリングで何回か取っていって、このがんがいるかどうかを調べるような観察研究を始めています。ですので、もしかするとこういったような研究の提案というのが皆様のところにもあるかもしれませんけども、我々がこういった取り組みをしていますということですね。で、手術の前に血液を取って1ヶ月6ヶ月こうやってやっぱモニタリングしていくんですよね。で、そこで、まあ、例えばですね、まあ、ここと一番最初と2回目はなかったとか、でここで出てきましたといった時には、まあ、ここからですね、じゃあ早めにちょっと治療しなきゃいけないなというような目印になるんじゃないかなというふうに思うわけです。それがまあいいかどうかはまだ分かりませんけども、ということがあります。で、大事なことはやっぱりこういったような CT スキャンですとか、この腫瘍マーカーというのは非常にまだ感度が低いので、これが上がった下がっただけではがんが分からないんですね、現状では。だからこういったような感度が低いものではなくて、こういったものを毎回このタイミングで取りながら、こういった技術と比較してより良いものを作っていこうというのが我々の試みであります。で、全国今のところ69施設の施設の先生方に参加してもらってますので、ぜひこういったような研究に参加されているような施設に通ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらですね、お声掛けしてもらえればなというふうに思います。で、これは我々国立がん研究センター東病院が中心となって、私も研究事務局でやっていますので、ぜひこういったような研究が今後の皆様のために役立てればいいなというふうに思って、やっておるわけであります。ご清聴ありがとうございました。
前傑先生ありがとうございました。最後の話はなんかすごくなんか希望が持てるなんか話だなというふうに思いながら聞いていました。そうですね、本当に何ていうんですかね、再発のためのその術後の補助療法、もしくはあれは、術前の薬をやった後手術しなくてもいい人も見つかるみたいな、そんなことも想定されるってことですか、最後の表だと。それはそうなんですね。実は今肺がんの世界でちょっと混沌としているのは、術前に今新しく治療をするという、今日ちょっとお話できませんでしたけども、標準治療の一つになってるんですけど、はい、今後ですね、術前もやって術後もやるというのも実は標準治療になりそうで、そしたらですね、もしかしたら術前だけでももう治ってるかもしれないのに、今術後も受けなきゃいけないというようなことになってしまう可能性ももちろんあります。その時に術前にやった後にそうやって検査をして陰性だったらやらない、陽性だったらやるというような目印になると非常にいいなと思って研究をしているわけであります。あ、なるほど。なんかそういった引き算といえばいいんですかね、何でもこう足していくのではなくて、適切な治療をどんどん進めてらっしゃるんだな、あの研究を進めてらっしゃるんだなというふうにはすごく思いました。もうとてもありがとうございます。術後補助療法に関してもいっぱいなんか聞きたいことはあるんですけど、それは、後半のパネルディスカッションに残しておきたいなというふうに思っております。では先生、ご講演ありがとうございました。ありがとうございました。皆様今一度拍手をお願いします。ランセップ。